先生。まずは、1年間本当に、応援していただきありがとうございました。まあ、本当に選手スタッフは1年間、必死に一体感を持って、まあ、戦うという、まあ、僕の、考えのもと戦ってくれました。まあ、結果に関してはね、いつも選手スタッフにも伝えてますけど、まあ、僕の責任です。何かな。まずはヒューメルさん、ありがとうございました。まあ、チームを支えていただいて本当に、まあ、僕も選手時代にお世話になりましたので本当にありがとうございました。で、まあ、3シーズン、まあ、正確に言うと3シーズン弱ですが、まあ、このチームの監督を引き受け、強化部長大輔に誘われ、まあ、この場に立つことができたのは本当に大輔に感謝しています。まあ、大輔と共にこのチームを良くしよう、このチームで成績ももちろんこのクラブを、いい方向に導こうと、まあ、あまり力なかったですけど、まあ、導こうと、その考えのもと、まあ、スタッフ選手も集まってくれました。まあ、本当に感謝しています。まあ、志半ばで、まあ、チームを離れるのは非常に残念ですし、まあ、大輔にもちょっと謝らなきゃなと思いますけれども、まあ、理由は細かいことは、まあ、あとの監督記者会見で話します。まあ、一つは、まあ、当然、まあ、監督なので、まあ、結果もあるでしょうし、まあ、来季以降、まあ、僕の信念と、まあ、クラブの理念の違いが出たのかなというところもあるとは思います。まあ、でもそれはクラブが理念を決めることなんです。まあ、僕もだからここに来たのは、まあ、クラブから、まあ、大輔でしょうし、まあ、クラブから誘われたでここまで来た。まあ、それは、当然のことだと思うし、まあ、サッカーにおいて、まあ、こういう、まあ、出会いがあったり去ることになったりっていうのは、まあまあ、日常茶飯事といったらあれですけど、まあ、よくあることだと思います。まあ、ただ僕は自分の、信念を曲げることがちょっとできないので、申し訳ないです。まあ、ただ、来季以降クラブの理念を理解した監督および強化部長が来て、皆さんを導くでしょうし、頑張ってください。まあ、去る者がうだうだ言うのもどうですけれども、ただ一つは、まあ、僕自身さっきも言いましたけど、一体感を持って戦おうというところを、まあ、強調してきました。それはなぜかというと、まあまあ、皆さんご存知のようにこの三つ田ですね。まあ、僕はこの三つ田大好きです。まあ、皆さんも好きな人たくさんいるでしょうし、まあ、選手もこの三つ田で、まあ、プレーするのは本当に気持ちいいし、好き、まあ、応援するのにも非常にいい最高の
スタジアムでしょう。まあ、その中でこの一体感を生み出せる三つ座をね、まあ、やっぱりもっともっと大事にしてほしいと思います。まだちょっと今のところ、まあ、きつい言い方かもしれませんが、まあ、アウェーでやってくるチームにとって心地よいスタジアムなのかなと、まあ、それは悔しいですけどね、まあ、僕の力のなさもあったかもしれません。ただし、この最高の三つ座をホームスタジアムとしている以上は、まあ、選手スタッフも一体感を持ってプレーしなければいけないし、まあ、クラブも一体感を持っていいクラブにしなきゃいけないと思います。まあ、そしてこのクラブは、まあ、クラブ会員という、クラブ会員さんもいますし、サポーターもいると、それも含めて、一体感を持って、この三つ座で戦わなければいけないと、まあ、俺は思ったけど、ぜひね、そういうような、スタジアムにみんなで、作り上げてほしいかなと思います。だいぶ選手も後ろで飽きてきましたし、まあ、健介は嫌な顔してますし、小野瀬小塚は男性右に入って左から抜けてるし、野上は口開いてるし、長田拓の下打ちが聞こえてきたので、そろそろ挨拶を終了させていただきたいと思います。まあ、この後選手が、一周回りますので、ぜひ本当に拍手で称えてあげてください。最後に苦言を言うと、今年2回ほどかな、選手に対して死ねという言葉を投げかけた人がいますので、今日はそういうことはないようにお願いします。もしくは今日もしその2人がいるんだったら、深く反省してください。僕の大事な選手です。温かく拍手をしてあげてください。